こんにちは、こんばんは、モナールチャンネルのマサです。モナー、モナーということで、本日はちょっと一風変わった企画をやっていきたいと思います。ということだよ。はい、ということでね、はい、皆さん、見たことある人多いんじゃないでしょうかね。100万円貯まる貯金箱ですね。ただし、毎日継続しないと当然貯まりません。はい、ということですね。これ裏に書いてあるんですよ、見てもらっていいですか。すべて500円玉で貯金した場合とか、すべて100円玉で貯金した場合とか書いてあるんですよね。1円で貯金した場合は書いてないだろうと。1円で貯金する人はいませんということで、もう本当にありえの見たことない1円玉の量です。銀行にしか置いてない1円玉を今日用意しました。これまずそもそも両替できんのかと思って電話してたんですよね。事前にすいません、1円玉大量に欲しいんですけど両替ってしてもらえますか。あ、できますよと。あ、できるんだってなって6000枚ある。6000円分あります。そう、1円玉がこれもうね、銀行の人に聞かれた、担当の隣の人が、ね、すいません、ちなみになんですけど何に使われるんですか。あなたの趣味は何ですか。ちげえ。なんで俺に惚れてんの。そうで、いや、あの100万円のね貯金もどんだけ貯まるのかって、あ、 YouTuber ですかみたいな人盛り上がりました。だから視聴者さんにいますね。いますね。今日の企画はこの貯金箱を1円玉でいっぱいにしたらいくらになるのか。そう、結構でかいんだよこれ。なんでこれ500円でやるためには100万円用意しないといけないから。そうなんだよね。そうなんですよ。そう、じゃあうまい棒50本くださいこれと交換、これと交換で。ダイナマイトでも持ってるのか。さあやりましょうかね。早速いいですか。はい、これね、いいよね。うわ、すごいペリペリですね。これめっちゃ気持ちいいよ。どうやって入れるかなんだよ問題は。そうだ、いや、もちろんそうなんだけど、時間がかかるから、こうです。こうやって、出たー。お、時間かかる。普通に入れたら絶対早いでしょ、こうやって。うわ、これ地獄なんですよ。地獄ですね、これ。ちょ、開け口広げたいな、てか、せめて穴2つ用意してもらっていいですか。間違いねえ、これ。やばい、やばい、これ。これ、開け口増やしたらダメ。開け口増やそっか。開け口増やすのは許されるんじゃない、うん、開け口は増やそう。開始1分で挫折してます。これやばい。どんぐらい時間かかるのこれ。やばいよ。50枚入れるのにさ2分ぐらいかからない、うん、開け口どうやって増やすのがいいの。ハサミか缶切りかで穴開ける。缶切りってさ、そんなこんな真ん中とかに穴開けられるの。缶切りあるんですけど一応ここで握手をさして、こうやって押し込めない。テコの原理全く人力でしかない。あ、来た。おお、来た。よし、おっしゃ。いや、すごい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 。パワープレイです。2つ目の入れる穴ができました。よし、これでこれでだから、まあ、こんぐらいの感じ。倍速でいきます。これこの穴が絶妙に1円しか通らないやつだね。予想は500円玉で100枚貯まるってことは500円玉で2000枚です。で、これなんか計算したんだよね、これ用意するにあたって。確かに大体ね。そう、1円玉なら3倍ぐらい入んじゃねえみたいな。そう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 、入りきるか入りきらないか、ね、いや、なんかこれ入り、これ全部やってダメだったからこの動画、あれです、次回に続きます。いや、あの、家にある1円玉は止めよ。足りねえ。お前んちは銀行か。全く足りねえ。全く足りねえよ、お前。これマジあと人5人ぐらい欲しい。圧倒的に人数が。いや、今まで YouTube やってきた中で一番チームだったらよかったなと思ったわ。でもこれここに5人ぐらい集まって手が邪魔って現象が起きる。この人だからこれって穴広げてガーッて入れるって。それはずる。だってそしたらさもうこれ上開けやいいやみたいな話になるから。えぐいえぐい。いやー、いいな。えぐい、めっちゃ入る。こっち君はね、そっちでコツコツ頑張ってくれた、まあ、広げてもいいね、これね。ハサミで多少広げる。ちょっとね、動画の時間が長すぎた場合編集もね、大変になるし。そうですね、見どころも分からなくなるっていう、あるあるが発生してしまいますよ。500円玉貯金ちゃんとやってる人すごいね。いや、すごい。500円玉貯金1万円ぐらいまでやったことあるけど、趣味としてやってみようと。うん、これやめようと。続かんよ。続かん。500円入れるのもきつくない？500円入れるのもきつくない？
もう未来見えたんで、さらなる下のために広げますと。縦でこうやって入る。俺もよ。もう横に広げてね、縦でこう入れる。それ最高だね。それやりたいな、普通。横のスピードへ。えげつない。これ今のでいい。斜めから入れる。いいんですか、そんな時代遅れなことして。時代は横入れですよ。時代はキャッシュですね。間違いねえね。いきますよ。こうやって。うわ、気持ちいい。残った、めっちゃ、めっちゃ残った。これはもう絶対ここの穴を広げた方が。そうだよ。冷静に終わんないもん。終わんない終わんない。これもういくんじゃない？来た。決めた。皆さん見てください、これ。もうこのままこれ入れちゃうわ。もうこのトラ外し、外して出しすらしない。分かった。これできるだけこう端の方を入れてこうやって気持ちいい。ちょっと詰まるね。こうやって貯金する人さ、銀行に預けりゃええよ。おお、早い、早くなったぞ。手切らない、気をつけないで。なんで俺にやるの。やれよお前。なんで俺やってんの。さあ、ということで僕は10本終わりましたよ。500円分入れました。これともう1本。 OK。 今多分1050円ぐらい。結構あのね、体感ここぐらい。ああ、本当に5、6000円。ああ、結構入ってんな。ここぐらい来てない。来てるね。いや、見てない。それダメだろ。絶対にできない技じゃん、それ。本来なら、本来なら。1000円目です。素晴らしい。ここね、今2000円ちょい入ってます、うん、2000円ちょいで。だから、見るな。いや、半分以上来てる。半分以上来てない。6、7割来てない。来てるよね。じゃあ4000円ぐらいで終わるのかな、これ。1500円終わりました。終わった。これで終わり。おう、これで終わり。だから3000円分だ。うん、ほい。よし。え、もう、いるん。だい、え、あっさ。え、もう、8割くらい。感覚、うん、ね、ここを持つと、もう感覚満帆。ここだったね。ここだったら別だったね。重っ。重っ。3キロだよ、冷静に。確かに、そっか。そっか、3キロ、3キロ。やばい、やばい、やばい。ね、もう結構いっぱいなってきたね。いよいよこれ、ちょっと揺らさないと入らないレベルかもしれない。ちょっと揺らすか。うん。よし。いや、揺れたんだ。あ、ここまで減ったわ。揺れすごい。さあ、4000円目。っていうかもう本当にここまで来てます、うん、はい、4000円。ここです。本当そうだね。本当に重った。4キロ重った。いや、もうきついんじゃないこれ。いや、もう全然動かない。これ乗せてんのは違うじゃん。これはちょっと入ってないから。ギブアップ。これ浮いてますね。これ脱落です。じゃあ入れます。入った、失格です。はい、やばい、手が真っ黒。ないね。やばい、重た。いよいよ持ち上げられないよこれ。本当に重た。で、余ってんのがこれで1000円。1150円で、ここに18円。1168円。4832枚です。惜しい。いや、もうちょっとしたダンベルよ。だからもはや、だからこうやってやんないもんね。こうやってやんない。だから4500枚。そうだね、4500枚。おそらく、まあ誤差はありますけど、多分4500枚前後ぐらい入るんじゃないかと思われます。いやー、夢よ。はい、ということで本日の企画いかがだったでしょうか。はい、ぜひ他にはこういうことをやってくださいなどあればね、コメントお願いします。はい、本日の動画最後までした。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろ
しくお願いします。また明日。お願いします。で本当に100万円貯まるのかか1円であのめっちゃ入れてほんいくら入るのか、うん、この2パターンしかこの YouTube には動画上がってないはずです。まああと1万円札をぶち込むってそれはもうあの光さんしかできない。